題問47番です。水素原子モデルの問題です。問1、等速円運動している電子の速さを求めなさいという問題です。中心に陽子があって、その周りを電子が回っています。この速さを求めなさい。普通の等速円運動の問題です。中心向きに X 軸、中心向きに加速度を R 分の V 次乗と置きます。半径が R です。中心向きの向心力は、この場合は、クーロン力、静電気力ですから、K×R 次乗分の、陽子の電気量 E です。電子の電気量がマイナス E です。E の次乗となります。運動方程式を立てましょう。質量 M、加速度 R 分の V 次乗、力が KE 次乗、R 次乗。R が1つ消えて、V を求めなさいですから、M 分の K が、MR 分の K がルートに入って E が出ます。問2です。量子条件の式を求めなさいということですね。順番にやっていきましょう。半径を R とすると円周は 2πR です。ここに、波としての電子が存在できるということから、波長の N 倍というこれが量子条件になります。この波長というのが MV 分の H。この V に先ほどのルート K 割る MRE を代入してみましょう。ルートありますから両辺2乗します。4π 次乗 R 次乗イコール NH 次乗割る M 次乗。この分母にルートが消えたものが入りますから K 分の MR ですね。分子に E 次乗が来ます。R が1つ消えて R イコールについて整理すると 4π 次乗 M1 個消えています MKE 次乗分の NH 次乗これ2乗ですね。はい、2乗となります。問3です。電子の全エネルギーは運動エネルギーと位置エネルギーの合計である。問2で得られた半径を持つ軌道上の電子の全エネルギー EN を求めなさい。こういうことですね。陽子の周りを回っている電子は、いくつかの軌道を選べるんですが、その電子が持っているエネルギーは運動エネルギープラス位置エネルギーであるということです。運動エネルギーについては、1番で V を求めました。ここをちょっと両辺2乗してみましょう。運動エネルギーが見えてきます。こうなりますね。MV 次乗イコール R 分の KE 次乗です。2分の1をつけると運動エネルギーが位置エネルギーに近い形で表されました。すべてのエネルギーは運動エネルギープラス位置エネルギーです。位置エネルギーはマイナスの R 分の R 分の KE 次乗です。つまりマイナス 2R 分の KE 次乗になります。この R に、1問前の問い2の答え R を代入してください。問4です。水素原子質量ラージ M がエネルギー EM の状態から振動数 ν の光を放出し、より低いエネルギー EN の状態へ移る場合を考える。電子が軌道を内側に変えるときに、そのエネルギーの差の分だけ光という形でエネルギーを放出します。問4、静止していた水素原子がエネルギー hν の光子を放出すると、運動量保存則により水素原子は光子と反対向きに動き出す。この時水素原子の運動エネルギーは hν の何倍か。これ光速を c としましょう。これはこの問題の通りしっかり式を作れば何の問題もありません。水素原子が止まっています。これが
光を放出します。水素原子、ラージ M キログラムの水素原子が光を放出します。この運動量、光の運動量は、波の運動量はラムダ分の H です。ラムダというのが、C 割る μ ですから、C 分の H μ になります。その時に水素原子は反対向きに V という速度で動きます。この止まっている状態からこの分裂した状態の間に運動量保存則が成立します。はじめ運動量は0です。後の運動量は、右向きをプラスにしましょうか、 C 分の H ν マイナス mv になります。はい、ここからラージ V、 ラージ V 水素原子の分裂後の速度は mc 分の h ν となります。この運動エネルギーを求めていますから、運動エネルギーは2分の m かける m 次乗 c 次乗分の h 二乗 ν 二乗になります。この水素原子の運動エネルギーは h ν の何倍かという問題ですから、これを h ν で割りましょう。 m が1つ消えていますね。2倍の mc 次乗分の h ν というのが答えになります。問い5です。問い4で得られた値が1に比べ無視できる場合、振動数 ν と em、en の間に成り立つ関係式はどれか。公式的にはもうパッと見てですね、こっち、これであることが明らかなんですが、大きい方の外側のエネルギー、内側の小さいエネルギー、引き算したものが、飛び出した光子のエネルギー、これでいいわけですが、せっかく問い4を出していますから、これを使って解いてみましょう。大きなエネルギーが em です。外側にあったエネルギーが em です。小さい内側のエネルギーがこうです。ここに、飛び出した、一つは水素原子の運動エネルギーになり、もう一つは飛び出した、光のエネルギーです。これを足した分が内側の外側の大きなエネルギーになっているという公式です。em マイナス en を用いると h ν の1プラス、ここに2分の 1mv 以上が h ν の何倍かというものが入ってきます。でこれが0であるという表現をしていますから、 h ν というのが正解になります。最後、問い6です。問い5で得られた関係式、これですね。これが成立するときに m が3の状態から2の状態のエネルギーへ移る際に放出される光は何色でしょう。波長を求めなさい。リュードベリ定数は 1.1 の17乗を使ってよろしいということです。これは普通に代入してください。はい、それでは代入をします。E の3というのは、問いの3番で求めた全エネルギーの公式から M に3を代入します。3の2乗 H の2乗 2π 2乗 K 2乗 ME の4乗、この M は質量です。マイナス2番目の軌道の全エネルギー、マイナス E の2乗 H 2乗 2π2乗 K 2乗 ME の4乗イコール H ν ですね。 ν はラムダ分の C です。この HC を分母に持ってくるとマイナス9分の1、ここに CH3 乗分の K 2乗 ME の4乗プラス4分の1、ここに CH3 乗分のイコールラムダ分の1、これがリュードベリ定数です。リュードベリ定数です。ここに 1.1×10 の7乗を代入してラムダを計算してください。